役員会の概要についてご説明をいたします。まず安倍総裁から幼児教育、保育、高等教育の無償化の法案が成立をした。次の時代を担うのは子どもたちでありまして、新しい時代の始まりにふさわしいスタートを切ることができたとの発言がございました。続いて来週末には令和初の国賓としてトランプ大統領を日本にお迎えをし、来月には G20 大阪サミットがある。しっかりとリーダーシップを発揮してまいりたい、このように発言がありました。二階幹事長からは後で幹事長の方からお話をいたします。続いて森山国対委員長から、本日9時から決算委員会を開いて平成28年および29年度決算の総括質疑4時間と平成29年度予備費の概要説明を行った。予備費については来週20日に質疑採決を行うことで合意をしている。次回の本会議は16日木曜日の見込みである。代わり案件の処理と防衛計画大綱および中期防衛力整備計画に関する報告質疑を行う予定にしているとの発言がありました。続いて岡田参議院幹事長代行から、先週金曜日に歳費法について各党協議を行いましたが、私からは、岡田代行からはという審議入りを求める発言を行いました。野党からは一部自主返納の提案があり、15日に再協議を行うことになりました。丁寧に議論を積み重ねていきたい旨の発言がありました。続いて岸田政調会長からでありますが、今日公約作成委員会を開催をし、各部会で政策バンクを中心に5月の22日締め切りで原稿を検討するよう指示をしました。同時に重要公約の柱立てについても議論を始めた旨のご発言がありました。私からは以上であります。幹事長お願いいたします。はい、ご苦労さんでございます。先週土曜日に私は滋賀県に出頭し、県連幹部や党員、支援者の皆さん、地元経済界の関係者とも意見交換を行いました。今後、参議院選の秘書に向け、各地において、関係者の皆さんのご協力をお願いしてまいりたいと思っております。5月15日から18日に、我が党の招聘で、統一ロシアの代表団がおいでになります。安倍総理への表敬のほか、党本部へにもおいでになる予定でありますので、小泉国際局長とともにしっかりと対応をいたしたいと思っております。5月8日、島田三郎参議院議員がご逝去されました。誠に残念なことであります。62歳であります。ですから、政治家としてまだまだご活躍の時を残して残念なことであります。内閣府大臣選管、総務大臣選管を経験され、将来を期待をされておりました。じゃあ密葬は近親者のみ見て行われました。お別れの会については今後地元あるいは関係者の皆さんからの協力を受けて、しっかりした対応をしたいと思っております。改めてここで謹んでご冥福を申し上げるしたいと思います。私からは以上ですが、何かご質問があればよろしくお願いします。定期銀行指数が6年2ヶ月ぶりに悪化となりました。野党からは消費増税延期を求める声もありますが、この影響についてはいかがお考えでしょうか。まあ、
極めて重要なことでありますが、我々は現在のところは当初の方針通り対応していきたいと思っていますので、改めてご協力を申し上げたいと思います。ということは、その増税延期をする考えが今のところ幹事長としてはないということでどうしますか。規定方針通りお願いしてまいりたいと思います。はい、共同通信の会議です。先ほどの役員会の中で総理総裁からですね、憲法改正について積極的な議論を呼びかけるような発言があったというふうに聞いておりますけれども、これについてご紹介をいただけないでしょうか。私はお話を聞いておってですね、野党がまだその条件が整わないとすれば、自民党だけでも先行してやっていくと、憲法改正ということはどういうことだと、与党だけでもどういうことを考えているんだということを国民の皆さんに少しずつでもお分かりいただけるようなことをやっていく努力が大事だ。憲法改正ですから、そう簡単にはまいりません。本当に慎重にやっていくことだと思っております。はい、その、自民党だけでもその、先行して議論をやっていくべきだというお話が総裁からあったということで、私が言っているんです。総裁からはどのような、総裁から特別のご指示ということのことがあります。はい、どうぞ。関係大臣からです。先ほどの定期読書室の質問に関連して、追加の経済対策の必要性について、質があるとお考えでしょうか。これから慎重に議論したいと思います。はい、産経新聞の申しましょう。内閣支持率についてお答えします。弊社産経新聞とフジテレビがこの週末に合同で実施した世論調査では、内閣支持率が 50% を超え、先月で3ポイントを上昇しました。他の複数の報道機関でもほぼ同様に数ポイント上昇の傾向がございますが、この上昇の要因についてはどのように分析されているのかということと、受け止めをお願いいたします。今日の状況で、そういう評価をいただいていることに対して、改めて、身の引き締まる思いを持って、この皆さんの期待に、自民党は応えていかなくてはならないと思っております。しかし、そのような評価をいただいたから、これでいいんだというようなことではなくて、我々は謙虚に、この事態を、この状況を、国民の声をしっかりと受け止めて、というふうにしたいと思います。しかし謙虚に入りますが、自信を持っているべきだと思います。上昇の要因についてはどのように考えますか。特に私どもから申し上げるべきことではありません。あくまでも謙虚に進めていきたいと思います。はい、どうぞ。他の新聞のどうぞ。他の新聞の初回のあとですね、統一ロシアの代表団が訪問、されるということなんですけれども、どのクラスの人がですね、どの程度の規模で来訪されるのか、少し具体に教えてもらえますでしょうか。相当多数の皆さんがお見えになるようですが、メンバーは、お越しになるメンバーの内容が固まったら、皆さんにご報告を。はい、関連で大臣の方ですけども、ロシアとはですね、北方領土の交渉も今、先に入っていると思うんですけれども、今、この代表によってですね、議員同士の交流によって、そういう北方領土の交渉にどのような影響があるのか、どのような成果を期待したいと思います。外国との交渉、特に、
どちらかというと難しい関係にある国との間の交渉は簡単なくやっていく努力が必要だと思います。ですからお越しいただくことは大変いいチャンスだと思いますから、ご両方のことも含めて国が期待していることを自民党としてしっかり申し上げる、これが責任だと思います。はい、二階幹事長とも解散される予定だと聞いていますけれども、二階さんから、何を訴えたいかというか、何を訴えたいかというのは日本の国としっかりやっていこうということを話をしたいと思います。こっちからお願いするばっかりじゃなくて相手の話も聞いてあげてしっかりやっていく、対等の外交をねしっかりやっていくことが大事だと思います。国が大きいからとかなんとかでね、この何も卑屈になって交渉する必要はまたない、そう思っております。はい、NHK の古垣と申します。はい、世論調査のことに戻らせていただくんですけれども、はい、内閣支持率が各種の調査で堅調に推移していることを踏まえましてですね、衆参同日選挙について憶測が再び広がっている状況です。で、二階幹事長としては改めてになりますが、この衆参同日選挙についてどのようなお考えでしょうか。衆参同日選挙ということに至ればいつでも受けて立つ準備はあります。その準備は簡単なく国の都内で議論しながら進めておりますし、候補者調整等については常にそれぞれの地域で常に行っておりますから、いつでも候補者を並べて出せるだけの準備が自民党はあります。重ねて NHK するわけですけれども、はい、そうした、衆参同日選挙の判断にですね、こうした内閣支持率が与える影響についてはどのようにお考えでしょうか。なかなか上手に攻めてきますけど、そう簡単なものじゃありませんが、必要があれば総理がご判断すれば我々党としては全面的にそれをバックアップして対応していく用意はある。やりたくてしまわないことがあります。はい、はい、維新の宮田です。維新が進めると構想の住民投票について自公ともに容認に転換しました。まずこの受け止めと今後国政において維新との関係の変化とか自公関係の影響についてお願いします。まず後半の部分から申しますと、特別大きな期待はいただかなくても結構です。ただこの状況で話し合っていくということは大事なことだと思いますから、ご意見またお考えを真摯に共同として受け止めていきたいということは思います。自公関係への影響についてはいかがでしょうか。どういうことですか。維新とのこの関係を持って大阪のこの状況を持って国政のですね、国政での自公関係の影響というのは。自公関係はいつ行かないときでも緩みはありません。したがってそうした方々が一緒になってやろうということを呼び届けていただいたときは謙虚に受け止めたい。よろしいですか。はい、すみません、西日本新聞の鶴と申します。北方領土についてですけれども、日本維新の会の丸山ふだか議員がビザなし交流の場面で元島民の方に対して戦争で島を取り返すのはどうかというような発言をしたようです。武力による領土返還というようなことも取れますけれども、この発言について幹事長いかが受け止められますでしょうか。まあそのような一人の発言、人間切符を捉えて我々ここで議論することではないと思います。
ご意見が我々の党に申し出があれば、改めてその時、質問します。よろしいですね。では以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。